ダッキと呂布、凶悪かつ強力な2人が引き、城を守るは宗人と周泰、孫権の援軍がと。ダッキと呂布の目当ては腕輪か。ここを突破、いずれ孫権様。ああ、この宗主公。ダッキ率いる大軍が迫っているな。この城は宗主公が必ずや死守する。宗権様の命令が来る。我が行く。行きます。平八、にあり。まずは城周辺の敵を倒さ、その後隙を見て撃って当てる。頼もしき後も自分に負けてはおれぬ。伝令、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。すぐに合流しろ。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。やかなぐらいでじゃねえか。記憶に留めない。いつか返すぞ。よくよく。ここは一体どこなんだろう。日の元の城のような気もするけど。敵将、そこを動くなよ。この城を奴らから守ってるんですか。よけよ、手を差してもらえる。はい、喜んで協力します。島津は受けた恩は必ず返す。伝令、西から敵の防衛が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。敵の増援も許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。頼もしき方に負けてはおれぬ。こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。相手が強そうだ。城が危ない。なんて見事な剣さばきだ。俺、あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めて。おう、俺の前に立つか。
張り合うなんて敵も侮れない。いやはや随分やるものですな。私たちも気を引き締めねば。すごい、文句なしです。我こそ真の三国武装だ。襲いかかれ。承知しました。だがそれほど頼れる味方はおらん。
それはこちらと同じこと。孫悟の刀匠の力、まことに心強い。チェスト、持ちこたえてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍による。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。素晴らしい。そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦を自分も周太殿も豊久殿に頼みがある。貴公のような猛者が。はい、俺でよければ喜んで。俺、鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。ああ、よき。俺はもっと強くなる。戦場を混沌で染め上げてやろう。妖魔軍が婿の民を襲っている。その知らせを聞き、天衣は激怒した。戦場にはまだ逃げ遅れた民が。妖魔ども、民を襲うなんざ許さねえ。すぐにぶっ飛ばしてやら。逃げ遅れた奴らは全員わしが救ってやる。襲われています。攻撃しているのがどこの軍か感じられますが。そのようだね。見殺しというわけにはいかない。助けに行こうか。あなたも民を救おうとしているようですね。お名前を伺わせてください。わしは天一ってんだ。目的が一緒なら手を組まねえか。まさか三国時代に天か。私は後からね。喜んで共闘させてもらうよ。敵の数が気がかりですね。正面突破では兵に犠牲が出かねません。まず敵拠点を制圧し、そこに敵を引きつけます。その間に迂回して民の手に向かってください。なかなかのもんじゃねえか。敵は誘引できたようです。今のうちに迂回して民の元へ。貴様はここで口を当てろ。
ありがとうございます。我々を誘い出す男に彼らをないがしろにするまで見過ごせません。その分は戦況を有利にしてくれるでしょう。影上さにした、うまそうな敵がいっぱい来る。いい手を教わったぞ。苦しめてやる。いや、君を見ていると諦めない。これが弱肉強食。これじゃキリがねえ。どうすればいい。手薄になっている後方に奇襲をかけるんだ。ただ誰かがここで敵を引きつける必要がある。危険なおとり役だが、果たしてわしに任せとけ。大軍相手に暴れるのは得意なんだ。どっからでもかかってきやがれ。この悪雷天が民には指一本触れさせねえ。さすがは後世に名の伝わる豪傑だ。この場面、彼以上の敵人じゃないだろうね。凄まじい迫力です。私たちも急いで敵の後方へ向かいましょう。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。おいおい、どうして止めているか。みんな止めてかかってきやがれ。そういう相手に何をする。歴史家の卵としては彼の活躍を見せたが、人間に戦略を見たい。さっき襲われてね。天下無双の働き、皆を奮起させてくれるでしょう。この先だ。奇襲におあつらえ向きな地形になっている。坂落とし、差し詰め、一の谷の戦いってところかな。まさか一回でやるとは夢にも思わなかったけど。後ろから敵が。そんなバカな。
強じゃ見せる敵陣を奪うんだ。敵陣を抑え後方は崩した。さあ天衣殿と合流するとしようか。後方から崩れた撤退せざるを得ない。大の本陣はひとまず確保されました。ですが元凶を逃した民の安寧はありません。いや君を見ていると飽きないね。してくれるでしょう。天衣殿、奇襲は成功、戦況は逆転だ。君がこの難しい大役を務めてくれたのか。うまくいきようだったけど、ちょっと危ないとこだったかな。大変です。後方から我が軍は総崩れ。何でも奴らが崖から降ってきたとかで。食らうどころか食らわれがねえわ。この人間の記憶に留める。高影の予想通り敵は撤退を始めたようだね。だが逃がすわけにはいかない。うっせえ。思いましたが残念ですが退路は塞がせていただきました。大したものだ。その調子で頼む。その武勇戦況を有利にしてくれるでしょう。なかなかのもんじゃねえか。持ち味を生かして任を全うし一致団結して戦えた。これが勝因だったね。民が助かって本当に良かった。協力に感謝します。天衣殿。いやおめえらなしじゃどうなってたか。礼を言うのはこっちの方だぜ。
いやそれにしても天意殿そっちの策も大したもんだったぜ。おめえらみたいな頭のいいやつ。お褒めに預かり光栄です。いろんな世界がつながった場所らしいぜ。もし行くとこがなければ一緒に来ねえか。おめえらはそれは願ってもない申し出だね。様々な英傑の活躍も見られそうだ。歴史家の卵としてぜひとも同行したい。私も参ります。どこの世界であろうと戦乱に苦しむ民を放ってはおけませんから。話が早くて助かるぜ。これからよろしくな。歴史を見に行こう。一生は夢の間なれば。俺は執着。
Yeah.